気をつけ、礼。お願いします。翔太です。大輔です。お願いします。お願いします。はい、じゃあいつも通り4節ね、4節の振り返り。じゃあキックオフ。キックオフはあの TJ さんのえやっと動画でキックオフってやってる。パクらないでください。で、あと J さんがなんかトピック言った後にバーンとかやってる。パート1 バーン俺ならできる。コウジ君からスローイン。で、翔太入る。残す。あー、りょうたなら決めてほしいとこではあるね。結構決めれたろ、今のは。うん、いい落とししてたのにな。りょうた決めてほしいね、これは。あ、そうや。次あこコウ次のシーンね。さっきのりょうたが止められた、外したシーンかな。これ高ない。うわ、長老、長老よね。ボールキックから長老。相手が飛んでんのに相手の頭一木さんの胸ぐらい。でもその後の長老のフィジカルも強かったよ。うん、まあ、いつもだけど一木さんのスーパー、うん、いいね。その流れからいたいた。これめちゃくちゃ痛かったけど、鼻血出たしクソ血出たんよ。これパスとシュートどっちだったの？パスパスパス。あ、パス中入れようとしたよ。そう、アキトさんに入れようとした。でも確かに映像で見たら打ってもよかったね。そうよね。うん、ちょっと鼻血で狂ったかな、この後。次あ、これのシーン多分ゾノさんにここでボールがジェイさんから来るんだ。はい、でゾノさんはスナイパーボール出す。うわ来た、決め。あ、いいや、いいや。アキトくん、2試合連続ならん。でもこれゾノさんのボールマジスーパーじゃね。普通にスナイパーあったゾノさん。うわでも回転ちょっと微妙でもめっちゃナイスボールだな。これアキトくんって決めれたけどな。次俺ならできる。はいはいはい、ジェイさん。あ、いいボール。うん、もう何やそれ。クリアクリア。これこれ味方陣地。この時だけユニオン黄色だったよめっちゃいいクリアしたよね。いやー、あれね、ちょっと足触っちょんって伸ばしてポンって浮かしたかったよね。あー、あれもうダイレクトシュートだって。そう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 、トラップじゃなくてもうダイレクトシュートのイメージだったけど、うん、クリアみたいな。ちょっとちょっとね、決めるといっぱいあるな今。アキト君、俺一本ずつやね、うん、外したの。次あ、次のシーン。いやー、決めんのかい決めんのかい。まあオフサイドだったけど、まあ、決めれたよな。でも悪くない形だったよね。まあね、いつきさんから大輔スルーで、こう台で俺ちょっと入りすぎたのかな。本当は足元に欲しかったよ、スペースってより。足元にスポンって当てて、ワンタッチでディフェンダーの前に出たかった。ちょっと長いでしょ。でもオフサイドないっぽくね、これ。あー、ちょっと出とるかも。結構微妙じゃないマジで。この横から見たら、この人の左肩と翔太の左肩も。いや、そこまでわかるか。いやいや、そこまでわかるか、不審か。ほんまに。あー、でも決めてほしいね、オフサイド。そうだね。そういうとこだな。次あ、次のシーン。またこれゾノさん。おー、ゾノさん。ナイス。いやー、おー、ナイスだろ。決めるよ、決めるよ。おー、いた。まだ。いやえ、今ポストの内側当たってなかった。ポストの内側当たってもう入るやつこれ。なんで外れた分からん。擁護するわけじゃないけど自分を、うん、なんで外れたかマジで分からん入っとった入っとったよな、うん、このゾノさんの無回転パスよ。これ狙ったんかなゾノさんまあ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 、まあ、トラップも最高なトラップできて、シュートもそう勝ってもうなんか、いやーって言ってたよ、ね、ヤマトが言ったんやけどマジ、うん、これで、まあ、2回目よね、さっきの、うん、ワンタッチでクリアと、うん、2回目、うん、やっとや。しっかりしてくれよ。テイクオフ、ストーパー。キーパー蹴って、はいはい、ファール、うん、
で、ここで樹さんリスター、ナイボール、ナイボー来た何しとん、マジでほんまに何しとん、こいつあの、アメトークのさ、運動神経悪い運動神経ゼロ、絶不調ぐらいの時のウイレやな、これ裏来て、ダイレで頭触って、キーパー越したんだよ、うん、で、自分の中でキーパー出とると思って、うん、ちょっとビビった部分があるで、それでちょっと引いたらまずボールに当たらなかった。いやもっと貪欲にならな、点取るの。くそ、次あ次のシーン、これ全然、まずここでこっちトラップしてずに逆向けたけどね、一発時間かかったけど、いやマジ、トニークロースじゃなくてトミークロースだわ。いやいや、全然違うよ。いや、なこの流れでリョータも知らんよね。なん、リョータもうなんこれだから、なんまあ人の時はめちゃくちゃ言うってね。次おう次のシーン、ナイスミジェイさん。で、これでリスタートして、で、リョウが運んでくれて、はいはいはい、俺の前のスピードスペースがめっちゃ空いてて、おう、まあスピード活かす、大好きなスピード活かす、そうえこれ見たよ、なんか前も見たやつ、もしかして。しかも前よりもひどい。ちなみにこの日、WBC で村上くんホームラン打ったよ、うん、そのイメージだったの。いや、ホームランも何したよ、もっとしっかりコンパクトにまとめて、振りを、はい、しっかりしてくれよ。はい、次みんなの視線をいただき、わぐぐーこれね、リフトが渡してくれて、マスケ、おう、おう、いい、おい当てるか、あれ。いやー、ほんと硬かったね。で、これ流れで、おいだこれファール、ファール、ファール、ファールよね、今リョータのファール、リョータファールしたね、コウジ君にリョータファールしたね。え、どうして決めろ。わあ、また当てる何回当てるやん、今日当たりまくってたからな、普通いろんな意味で当てたな、普通に。わあ、ナイス守備やな。まあ、これのシーンで言うとしたら、リョータ、イエローカード、ビビ、次おはい、これ俺なんだ。いやいや、これさ、この流れよね、そう、この流れよね、これは知っとるわおお、まあ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 、切り替えはちゃんとしとる。おお、いや、やばい、バカナイッシュ、バカナイッシュすぎる。いや、これマジスーパーゴールだもん。いや、めっちゃスーパーゴールだね、ほんとに。左足のシュート最高だった。今節のベストゴールだ、ベストゴールだと思う。めちゃくちゃうまかった、うん、マジ不用意だった。まずここ、これ、裏っしょ、裏ちょんってことっしょ、うん、だった、うん、ね、イメージはね、あ、まあまあまあ、ここはまあ、イメージ、この次だ。大好きだよ、ちょっとなんとまったよ。確かになんとまったよ。いや、そのアーモーがね、ちょっと悪い癖でまあ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 、やっぱここで走る、まあここでね、うん、でこの後切り替えの部分とラインコントロール、うん、まあ今のはこのシーンに関しては前線が悪いわ、うん、前線の奪われ方が悪い。すいません、マジマジ多分俺のせいだ次おう、はいはいはい、うわ、これまた入らなかった、これ抜いてほしかったけどな。いい切り替えやねん、リョウもナイス、リョウもいい切り替え、で、カズさんちょっと重い重い、おぉおぉなんや今の、え、なんか俺間違えた今、カズさんが相手と接触したんだよね、いや、ちょろいやいや、年長者2人が、そうだよね、思いっきりね、ぶつかってますからね。これ、樹さんからの正体の裏へのボールなの。はいはいはい。で、俺これ、あ、拾えると思って走って行ったらどう？あ、痛い！もう、フィジカル違いすぎなんかそっちの方が気になったけど、危ないっていうよりさ、ゾノさんがフィジカル負けもんとか、ね、飛ばされた、思いっきり思いっきり飛ばされたね、これ。マリオータから普通にフリーキックで、樹さん蹴る、翔太走る、こぼれる、来た、あ、え、行った、なんか俺軽く跳ねられたみたいな逃げ方してるから、ね、ゲートラ、うん、ゾウさんとかそうです、これ危ない。はい、第4節振り返りました。いやー、
まあ、正直前半で決めておけばっていうのはあるけど、チームのまあ課題とかが結構出た試合だったよね。そうだね。いやあのね、どの試合も決めるとこ決めんとっていうシーンはね、前の節でもいろいろあったけ、うん、まあ、特に俺ら2人、うん、第2節に関しては、うん、ほんまに俺ら2人が外して引き分けで、まあ、第3節は、まあ、決めるところ、そうだね、まあ、何回かあったけど決めて勝ちで、今回やっとあらわになったよ。こうやって決めるとこ決めんとね、勝てんのやっぱ、うん、なっしょよ俺、ほんまに、もうなんかもうあるあるの展開だったよ、ね、本当に、ね、決めるとこ決めずにズルズルいって最後一発でやられるっていうね、うん、サッカーあるある、これを悔やんでもどうしようもないけ、そうだね、うん、今回振り返って、まあ、ちゃんと個人でみんな振り返ってしっかり反省して次の試合に生かしていきたいと思います。よし、今回負けましたが次からはいい試合いい結果を報告できるように頑張るんで、引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。じゃあこの辺でバイバイ。